こんにちは。今日は肩関節が、このぐらいまでしか上がらないとか、上げていくときに違和感があるっていう人に行う、僧帽筋チューブ繊維と下部繊維の運動の仕方と、なんでそれが必要なのかっていう話をしていきます。もちろんこの体操だけで、治るわけでもないですし、痛みとかがあったら施術も必要ですし、この運動するのも施術してからこの今の体操をした方が、お伝えする体操をする方が効くんですけど、これは施術ではできないことですし、自分でやらないとできないことな上にかなり大事なポイントなので、最初に説明してから、運動の仕方をお伝えしていきます。僧帽筋のチューブ下部使う運動の仕方をお伝えしていきます。頭があって、こう肩甲骨があって、こう腕があるんですけど、肩関節のこの挙上の動き、外転屈曲っていう挙上の動きっていうのは、肩甲骨の上方回旋っていう動きと上腕骨の動きで動きがあるんですけど、この時に肩甲骨の上方回旋っていう動きをする筋肉っていうのが僧帽筋っていう筋肉ですね。僧帽筋の上部繊維、中部繊維、下部繊維ってあります。でもう一つは前鋸筋ですね。厳密に言うと前鋸筋の下部繊維なんですけど、前鋸筋と僧帽筋が、上方回旋っていう動きをしていきます。でこの僧帽筋の中部と下部っていうのは、上げれば上げるほどこの下の方が効いてきます。この辺が効いてきます。で上げれば上げるほど本来効いてくるんですけど、ほとんどのこう人っていうのは、もうほとんどの人ですね、こう丸くなってて小首が前に来てるので、この状態だとあんまりここに入らないんですね。だからここをここに刺激入れてあげて、入れれるようにちゃんと運動しておくと肩っていうのは上がりやすくなります。でこれは施術じゃなくて運動しないとできてこないので、患者さん自身というか、やってもらって自分自身でやってもらうっていうことが大事になるポイントです。でここは上げ切った状態で肩甲骨寄せるようにしたら使えるんですけど、それがほとんど このぐらいまでしかいかないとか、詰まってる人っていうのは使えてないので、どういうふうにして使うのかっていうと、ここまでしか上がらなかったりとかするんだったら、上げた状態と似たようなポジションを作ってから寄せるように運動してあげたらいいんですね。どうするかっていうと、今壁ないですけど、このぐらいまでしか上がんないんだったら、このぐらいまで行ってから体を倒していって、上げるんじゃなくて自分が倒していって、この上げた状態を作って、その状態から寄せるようにするっていう感じですね。イメージというか、これホワイトボードでやると、こう置いて、こうここまでしか上がんないんだったらこのぐらいで置いて、こういうふうに下がっていって、この状態から肩甲骨を寄せていく。でこの時に上に入るんじゃなくて、しっかり下の方に寄せていって、入るように意識してこう寄せていくと。でこれが結構、意識イメージできないって人もいるので、簡単にイメージするんだったら腕立て伏せするイメージでいきます。これでこの状態から腕立て伏せをするようなイメージで肩甲骨を寄せるっていう風に、5回ぐらいしてもらってから肩上げてみると、ちょっと上げやすいっていうのが分かると思います。ここの刺激してあげて、ここを使いやすくして、もちろん他の運動、ここできるようになったら他の運動も必要だったりしますし、あと肩関節、これやってる最中に、痛みが出るようであれば、例えばこのポジションで寄せてたら、なんか痛いってなってたら、ちょっと痛くないポジションを見つけてこう寄せていくっていう感じで何回かしてもらって、この入ってる感じを作っていくと、上げやすくなるっていうのが分かると思います。で痛かったらそのポジションはやらない方がいいですし、肩関節痛み結構強かったりすると、無理してそれは絶対やっちゃダメですし、炎症が起きてる時っていうのはダメですし、施術してからやった方が有効なので、施術してもらう必要もあるし、あとこれだけの体操じゃなくて、ほとんどの人がこう首に前に来てるか、これを後ろにする体操も一緒にした方が良かったり、いいんですけど、今はここを使うやり方のお話ですね。なので無理しちゃダメですけど、ここを今みたいな感じで一回刺激出してあげてから上げてもらうと上げやすくなるのが分かるので、しっかり、ここを使う運動をイメージしてもらって、一回こう寄せてもらってやってもらったらいいですね。もちろん他にはこう丸くなってる時、胸郭を伸ばすとか、
あの胸椎を伸展っていう感じですね。こういう動きが必要だったりもしますけど、まあ、ここっていうのはあのしっかりやり使えるようにして、ここを使うような運動をしてやらないと変わらない部分ではあるので、まあ、とても大事な部分なので、まあ、さっきみたいなやり方で上がらないんだったら、まあ、壁持って寄せるような手つけて頭下げていって、まっすぐあの上がった状態作って肩甲骨寄せて上に入らないようにやるっていう感じで、まあ、痛かったらあんま無理しちゃダメです、痛かったら無理しちゃダメなんですけど、そういう感じでやってもらうと、あのや終わった後こうやる前に確認してから、あのやった後に上げてもらうと上げやすいの分かると思うので、まあ、こんな感じでやってみてもらったらしっかり効きますのでっていう感じですね。まあ 今日の動画はこんな感じで終わります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。